キャシー・リナルディはアメリカ合衆国フロリダ州スチュアート出身の元女子プロテニス選手。1980年代にアメリカを代表する女子選手の一人として活動し、双熟選手として高い人気を持っていた。キャリアの後半にはジル・ヘザリントンとのダブルスで多くの好成績を出した。自己最高ランキングはシングルス7位、ダブルス13位。 身長1 6 8トル、体重5 5ラム。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。リナルディは1981年14歳の時に全仏オープンでいきなりベスト8に進出し、女子テニス界に鮮烈なデビューを飾った。準々決勝でハナマンドリーコワに敗れた時、リナルディは14歳63日であった。 続くウィンブルドンでも14歳92日で初戦を突破し、ここでも当時の史上最年少記録を樹立した。どちらの記録も9年後の1990年にジェニファー・カプリアティによって破られるまでテニス界のギネスブックに掲載されていた。その後、リナルディは14歳132日でプロテニス選手になる。同年の秋に日本の京都で開かれた ボーデンクラシックでプロ初優勝を果たす。1980年代初頭は女子テニス選手の低年齢化が加速した時代であった。1979年全米オープンで16歳9ヶ月の史上最年少優勝記録を樹立したトレーシー・オースチンの後に続き、リナルディアアンドレア・イエガーなどが早い成功を収め、当時のテニスジャーナリズムを賑わせるようになった。 1982年、リナルディは2つの大会で準優勝し、全米オープンでアンドレア・イエガーとの4回戦に進出する。彼女のテニス経歴のハイライトは、1985年ウィンブルドンで訪れた。18歳になったリナルディは、この大会で4、大大会シングルス自己最高成績となるベスト4進出を決めた。初進出の準決勝では、 1> 第1シードのクリス・エバートが6から2、6から0でリナルディを突き放した。同年8月、リナルディはアメリカ・ニュージャージー州のユナイテッド・ジャージー大会の決勝戦でシュテフィグラフを6から4、3から6、6から4で破り、ツアー2勝目を挙げた。その後、全米オープンではジーナ・ガリソンと女子ダブルスのペアを組み、クラウディア・コーデイコール・キルシュ ヘレナ・スコバ組との準決勝まで進出する。1986年は全仏オープンで5年ぶり2度目のベスト8進出があった。しかし、早塾選手としてのリナルディの前世時代はあまり長く続かなかった。1986年11月のバージニア・スリームズ・オブ・アーカンソー大会の優勝を最後に彼女は WTA ツアーのシングルス優勝から遠ざかる。 1987年全仏オープンで右手親指を骨折した彼女は3回戦でナタリー・トージアに敗れた試合の後11ヶ月の戦線離脱を経験した。このブランクの間に女子テニス界は世代交代期を迎える。長年女子の頂点に君臨したクリス・エバートとマルチナナブラチロワの2競合の時代が終わり、 シュテフィグラフが1987年8月から世界ランキング1位の座に就いた。ようやく1988年5月からツアーに復帰したリナルディだが、早熟な天才少女だった頃の面影は失われ、その後の4大大会シングルスでは1.2回戦、泊まりに交代した。キャッシー・リナルディは1990年夏からカナダのジル・ヘザリントンとのダブルスに活路を見出した。 1991年、リナルディとヘザリントンは全豪オープン女子ダブルスでベスト4に入り、女子ツアーでダブルス年間2勝を挙げた。ヘザリントンとは1993年までパートナーを組み続けたが、10大会で準優勝がある。1993年12月11日、リナルディは高校時代からの恋人だったブラッド・スタンケルと結婚し、 その後は二つの姓を併用して、キャシー・リナルディス・スタンケルと名乗った。息子が生まれた後、リナルディス・スタンケルは、母親の選手としても活躍した。1997年全米オープンの女子ダブルス1回戦では、ヘザリントンとのペアで、ビーナスとセリーナのウィリアムズ姉妹組を破ったこともある。双熟天才少女から、母親の選手へ、 息の長いキャリアを送ったキャシー・リナルディスタン・ケルは1998年4月に31歳で現役を引退した。リナルディは2017年よりフェドカップアメリカ合衆国代表の監督に就任した。就任1年目の2017年大会の決勝でベラルーシを3-2で破り17年ぶりの優勝に導いた。ありがとうございます。